今回のテーマ、流れ図と JavaScript。 おはようございます、マサルです。今回はアルゴリズム、プログラミングの分野から流れ図と JavaScript について一緒に勉強します。それでは始めましょう。令和4年、問79、流れ図で示す処理を終了したとき、 X の値はどれか。あ、0、い、14、う、28、え、56。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、い、14が正解です。それでは解説していきます。今回は流れ図の問題です。流れ図とは別名フローチャートとも言われて、アルゴリズムの記述方法の一つです。処理の手順を上から下へ記号を使って記述します。まずは記号の表す意味からお話ししていきます。最初は開始と終了記号です。別名終端記号とも呼ばれます。名前の通り終端で開始と終了を表す記号です。次は処理記号。処理記号は処理、行動、機能を表します。例えば図のように X を98とする。このような処理を行います。次は判断記号。今回の場合 X 小なりイコール Y なら右、 X 大なり Y なら下。このように判断記号は回答や結果に応じて分岐をします。最後はループ記号です。台形のような図形で囲まれた部分は繰り返し処理が行われます。今回の問題の場合は X イコール Y になるまでループ処理が実行されます。では問題で提示された条件でどのように数字が変わっていくのか見ていきましょう。流れ図が開始されて X を98、Y を42とします。そこから X イコール Y になるまで繰り返しの処理が行われます。1回目の処理では X の98と Y の42を比べて X の方が大きいので分岐は下に進みます。そこで処理記号に書かれている X-Y で算出された56を新たな X として処理します。この処理は繰り返しの中にある処理なのでX イコール Y になるまで繰り返し処理が行われます。2回目の処理を見ていきましょう。 X の56と Y の42を比べて X の方が大きいので分岐は下です。 X-Y を計算して56-42で14です。 X イコール Y になっていないのでさらに処理を繰り返します。3回目の処理です。 X の14と Y の42を比較します。すると Y の方が大きいので分岐は右です。ここで Y-X の計算処理が行われ、計算した結果の28が新たな Y になります。まだ X イコール Y ではないので処理が続きます。次は4回目です。 X の14と Y の28を比較します。すると Y の方が大きいので分岐は右に処理されます。ここで Y の28から X の14を引いて残りは14、新たな Y は14となります。ここで X も Y も14となりました。 X イコール Y という条件を満たしているので繰り返しを抜けて終了となります。処理が終了した時の値は X、Y ともに14になっています。それでは問題を見直します。流れ図で示す処理を終了した時、X の値はどれか。正解は14です。流れ図の問題は実際に数字を入れて計算しながら解いていきましょう。次の問題です。令和6年、問88、 JavaScript に関する記述として適切なものはどれか。あ、ウェブブラウザ上に動的な振る舞いなどを組み込むことができる。い、ウェブブラウザではなくウェブサーバー上だけで動作する。う、実行するためにはあらかじめコンパイルする必要がある。え、名前の通り Java のスクリプト版である。どれが正解でしょうか。
それでは正解の発表です。正解は、あ、ウェブブラウザ上に動的な振る舞いなどを組み込むことができる。こちらが JavaScript に関する記述として最も適切です。それでは解説していきます。 JavaScript とはウェブページで動作やアニメーションを組み込むための言語です。例えば郵便番号から住所を保管する機能は JavaScript を利用していることが多いです。郵便番号から住所を保管する機能というのは、郵便番号を入力するだけで自動で住所が入力される機能ですね。わざわざ住所を入力する手間が省けるので、ユーザーの利便性を高めることができます。 JavaScript は自動住所保管機能のように様々な機能を提供してクライアントの利便性を高めてくれています。 JavaScript の特徴を少しまとめておくと、 Web ブラウザ上で機能すること、そして動的な振る舞いを組み込むことができます。この2つをまずは覚えておきましょう。では間違い選択肢を確認します。 E の選択肢では JavaScript はウェブサーバー上だけで動作するとありますが、先ほど説明したように JavaScript はウェブブラウザ上で動作するため間違い選択肢です。少し余談になりますが、 JavaScript はウェブブラウザでもウェブサーバーでもどちらでも利用することができます。 U の選択肢は JavaScript を実行するためにはコンパイルが必要だと書いています。しかしコンパイルは必要ありません。コンパイルとはソースプログラムを一旦機械語に翻訳して、その機械語になったプログラムを実行する方式です。 JavaScript はインタープリタ方式と呼ばれるソースコードを1行ずつバイナリコードに翻訳してプログラムを実行するプログラミング言語なので、コンパイルは不要です。最後の選択肢 A は JavaScript は Java のスクリプト版とありますが、 JavaScript と Java は全く異なるプログラミング言語です。 JavaScript は Web ブラウザのようにクライアントサイドで動作することが多いです。一方 Java はサーバーサイドで動作します。この2つは全く異なるプログラミング言語です。どれくらい違うのかはブレイクタイムでお話しします。では問題を見直しましょう。 JavaScript に関する記述として適切なものはどれか。正解は、あ、Web ブラウザ上に動的な振る舞いなどを組み込むことができる。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。ここでは Java と JavaScript の違いについてお話ししたいと思います。 Java と JavaScript はどれぐらい違うのか。よくこんな例え話があります。 Java と JavaScript はメロンとメロンパンくらい違う、またはハムとハムスターくらい違う、このように言われたりします。 JavaScript と Java は名前が似ていますが、異なるプログラミング言語で全く異なる用途で使われます。今回の問題で出題された範囲で JavaScript と Java の違いをもう一度整理しておきましょう。 JavaScript は Web ブラウザのようなクライアントサイドで動作していて、コンパイルのいらないインタープリタ言語です。補足として今は JavaScript は Web サーバーでも動作することを覚えておきましょう。そして Java は Web サーバーなどのサーバーサイドで動作するコンパイルを必要とするコンパイル言語です。先ほどお伝えしたように JavaScript は Web ブラウザでも Web サーバーでも動作させることができます。 JavaScript はクライアントサイド、サーバーサイド両方を作ることができるという背景からとても人気の言語になっています。それでは最後に復習です。令和4年問い79、流れ図で示す処理を終了したとき X の値はどれか。正解は E14 です。次の問題、令和6年問い88、 JavaScript に関する記述として適切なものはどれか。正解は、あ、ウェブブラウザ上に動的な振る舞いなどを組み込むことができる。今回は流れ図と JavaScript について一緒に勉強しました。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では Discord を使ったオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。
参加希望の方はチャンネルメンバーシップから対象のプランを選択していただくとすぐに参加をすることができます。皆さんのご参加お待ちしています。